身の程知らずな。次に何をするか。スクエアスを説得する。きっとできるはずだよね。マールとだって仲良くなれたんだもん。マール、私たちと友達になるの嫌だった？そんなこと、ありません。ただ私、知らず知らずのうちに皆さんにたくさんの迷惑をかけてしまいました。私なんかが仲良くなっていいのでしょうか？安心してマール、アミティはね、友達作りの天才なんだ。グッグーグッグー。アミティが信じるって言うなら、私たちに依存はありません。友達だよマール。皆さん、それじゃあ早速スクエアスのところへ行こう。ゴーゴー。どうしたのティ？いや、それはどこだ？おえ？スクエアスが今どこにいるのか、残念ながら私にもわかりません。まずはスクエアスの居場所を探す、そこからみたいだね。アルル。いきなり何？サタン。突然だが、このサタン様とときめきチャーミングな勝負をしようではないか。空気読んで。グググググググ。はっはは、いくぞ。わー、なんなんだよ。おろく。できたよ。力がみなぎるぞ。
がみなぎるぞ。オロカ、ボタンキュー。私に逆らうからだ。ボタンキュー。これでもかなり手を抜いたのだ。これでわかったか？何がだよ。グググググ。愛しい妃のためにあえて心を鬼にして言わせてもらうが、妃なんかじゃ。今のアルルたちにはスクエアスとやり合うだけの力が足りない。サタン様には及ばないとはいえ、あの者の強い力を皆感じただろう。それはマールとやらが集めた力を スクエアスは全て奪っていった。あの者はこのサタン様が無理やりねじ伏せてやってもいいが。ダメです。私とスクエアスはおそらく表裏一体。スクエアスが消えればどこの世界もどうなるか分かりません。だろうな。まあ居場所にみんなを案内するお手伝いくらいは。またおじさまと僕でやっとくよ。だからすぐにめちゃくちゃ強くなっといてね、リンゴちゃん。相変わらず難しいことをあっさり言うよ、この人は。では一旦さらばだ。じゃあね。必要があれば呼んでくれれば。僕もおじさまもそのうち駆けつけるから。力を強くしろだなんて、いきなり言われても。そんな都合のいい方法なんて。グググググ。いや、心当たりがある。ピーピー。え、みんなテト号に乗ってくれ。この事件について知っていたもう一人のあの人、彼ならきっと力になってくれる。時空の番人 X の元へ向かうぞ。ピッピッピー。 S がいいの？スペースシップでもーノリノリダンシーン。ちょっとそこのあなた、魔法薬の実験台になってくれませんこと。お腹すいたぞ。なんかおいしいものないかな。おおドドドドッカーン。なんだここは。今まで読んだどの本にも載っていない。星の法則が乱れる。ギーおーへー。やはははは。うるさい。人が多すぎてテト号が狭い。 D、 責任取りなさいよ。仕方ないだろう。ここにいるみんなの力が必要なんだ。カオス慣れしてる私も見たことないくらいカオスですね。それで T、 時空の番人のところへ行くっ
って言ってたけど、それって以前あった謎衣装のお兄さんで合ってる？ああ、彼の名前は X。 すごい人だよ。先代のテトリス王者で、今は世界の狭間を守る仕事をしていて、強さもさることながらスペース中の情報も把握している。彼ならきっといいアドバイスをくれると思う。なるほど。 X のところへ最速で到達するために、俺と王は操縦に専念するから。ピッピッ、みんな到着までゆっくりしていてくれ。あ、操縦、操縦するの？やっほー、その様子見学させてください。あ、僕も興味あるかも。クククー、リンゴとアルルが行くなら私もついてっちゃおっかな。なら私も一緒に。ああ、わかった。 S、 あとはよろしくな。はあ、そんなバラエティパックを押し付けられた。到着まで何してろっていうのよ。 T のやつ、可愛い S を困らせるなんて。何よ、かわいい S ってあんたのこと？当たり前じゃない、見りゃわかるでしょ。そうかそうかまたまた見つけたぞ、美少女コンテストの骨のある相手を。はあ、意味わかんないわよ。まあまあ、S ちゃん、しばらくは時間があるみたいだから、ここはみんなで親善試合するのもいいと思うよ。行くぞ、どちらが可愛くて強い美少女か勝負だ。
やるな。次こそは負けないからね。次なんかないわよ。親善試合第1回のテーマは美少女決定戦。勝者は S ちゃん。第1回？続いての第2回マッチは？あんた、さては結構ノリノリね。こんな機会めったにないと思うからね。せっかくだから楽しもう。なあ、もうわかったわ。やってやるわよ。可愛がってあげる。それじゃあ次の親善試合と行こうか。 S ちゃん、テーマは何がいい？可愛い対決はやったからイケメン対決は？いいね。あ、ダメね、成り立たないわ。え？だって世界一イケメンなのはパパに決まってるもの。A、S。 それじゃあ世界一は Z ってことで第2位を決めようか。それならまあやってあげてもいいわ。空気を読む少年だ。シェドさん、出てみてはいかが？は？なぜ俺が？神をも汚す華やかなるでしたっけ？それ以上言うな。あなた言動は残念ですが、お顔立ちはそこそこ整っておりますし。ふん、俺はイケメンなどにしか興味はない。ダメだこりゃ。なあ、しまった。イケメンなどではなく強さにしか興味はないというつもりが。ん？聞き捨てならないな。イケメンだって言うなら当然このレムレスだね。ええ、強くてかっこいいグレートなジーニアス、アメージングでシャイニング。メガネと同じ意見なのは尺だけど、先輩には誰もかないっこないわ。フェリまで。シェゾって人が棄権したなら対戦相手がいないんじゃないの？私の出番のようね。ルルーさん、お話聞いてました？イケメンですわよ。もちろん私がエントリーするのではなくて、パーフェクトビューティー、絶対的イケメン、サタン様の代理よ。これは負けられなくってよ。いいじゃない、めんどくさいし。Sちゃん、本音抑えて。それじゃあ異種混合マッチイケメン対決、とっとと始めましょう。
テトリスかしら。テトリスだね。せや。せや。ほら。おいで。なんてことを。かえるね。バルベ。せや。せや。せや。こっちかしら。ほら、おいで。なんてことを。せや。おっと。助かったかな。こっちかしら。そう。せや。バルベ。せや。甘くないね。女王の鉄拳いかが？勝ちましたわ、サタン様。よくやったな、ルル。さすがだ。当然ですわ。こちらへ来い。
なでなでしてやろう。そんな、サタン様ったら大胆。これでおしまいかな。盲目ってああいうことを言うのよね。一人しか眼中にないのって恐ろしいわね、パパ。そうだな。ゼットも大概甘やかすよね。なんか言った？いやいや。それじゃあ次の対決行ってみようか。Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.